お時間になりましたので、こちらのセッションを始めたいというふうに思っております。こちら LINE のデータサイエンス、マシンラーニングチームとのセッションにご参加いただきましてありがとうございます。こちらのセッションはデータ分析研究を行う専門組織としてデータラボというものがあるんですけども、データラボのデータサイエンス、そしてマシンラーニングの各責任者が業務詳細、そして取り組みなどについてざくばらにお話ができればなというふうに思っております。本日司会進行を務めさせていただきます、リクルーターの伊藤と申します。よろしくお願いします。本日はたくさんの方がお越しいただいているというのでありがとうございます。本日のアジェンダ、簡単にお話をさせていただきます。データラボの組織紹介、そしてデータサイエンティストの組織、仕事内容、事例紹介、で皆様の Q&A にお答えをさせていただいて、機械学習エンジニアの組織、仕事内容、事例紹介、で最後に募集ポジションのご説明、そして選考プロセスのご案内できればなというふうに思っております。本日の登壇者を簡単に私の方からご紹介をさせていただきます。データサイエンス1チームマネージャーの牟田、そしてマシンラーニングプランニングチームソリューションチームマネージャーの菊池、こちらの2名の方から登壇をさせていただきたいというふうに思っております。はい。で私の方から簡単にデータラボ組織紹介をさせていただきたいというふうに思っております。その前に LINE の規模感、サービス規模感みたいなところについて簡単にお話をさせていただくと、マンスリーアクティブユーザー、日本で申し上げると今8600万人ほどのユーザー様がいらっしゃるような形です。実は日本以外にもタイ、台湾、インドネシアのアジア各国でお使いをいただいていて、合計で1億6700万人ほどのアジアを中心としたプラットフォームになっているというような状況でございます。はい、先ほど見ていただいたように LINE はマンスリーアクティブユーザー1億6700万人ということで、巨大なプラットフォーマーでもありますので、各サービスから日々大量のデータっていうのが生成されています。でデータ量としてはコタで申し上げると270ペタバイト以上の、大規模なストレージを保有しておりまして、日々7000億レコードものデータが増加しているといった規模感になっています。でデータラボの組織について簡単にお話をさせていただきます。先ほど申し上げたようなデータ、大量なデータを横断的に対応するための組織として CTO 着火にありますのがデータサイエンス&エンジニアリングセンターという組織です。でセンターの全体の構成としてこちらにデータラボというのが位置づけられているんですけど、こちらはデータ分析、機械学習を用いた技術開発を行っていると。その他にデータ戦略の活用ですね。であとデータの基盤整備を行うところとしてデータプラットフォームという組織がありまして、その他にインフラを司るエンジニアリングインストラクチャーという組織があるというような構成ですね。で、データラボはですね、その中でも100人ぐらいの、規模感でございまして、その組織についてはこのような区分けで、区分をしているというような形ですね。で各種、データの分析を行いますデータサイエンティストチーム、そして LINE の、莫大なデータを使用してマシンラーニングソリューションを提供するマシンラーニングチーム、他にも研究を主として論文とかを積極的に発表しているというチームがこちらにリサーチャーチームとしておりまして、他にも OCR、NLP、ボイス、スピーチといったような注力事業を設けておりまして、こちらは精神的な AI 技術の開発をチーム開発を行うチームでございます。で今日はこちらの赤枠で囲ったチームのご紹介ということで、菊池、そして牟田の方からご紹介を進めさせていただきたいというふうに思っております。はい。で次のテーマに移らせていただきたいというふうに思うんですけども、その前に、質問の投稿に関するご案内をさせていただきたいというふうに思っています。Zoom の方に Q&A 投稿ができるようになっておりますので、セッション中でも OK ですので、多くご質問いただきたいなというふうに思っております。
匿名での投稿をご希望の場合は、こちらのチェックボックスにチェックをしてご投稿をお願いします。であと、投稿された質問に対して投票というので、いいねが押せるので、そちらも積極的に押していただきたいなというふうに思っております。はい。ということで、牟田さんにバトンタッチができればなというふうに思っているんですけども、牟田さん、お願いできますか？はい。あれ、画面って見えてますかね？見えてます。あ、はい、ありがとうございます。ただいま紹介いただきました、牟田と申します。よろしくお願いします。ここから15分くらいで、私の方からデータサイエンスチームの紹介をしたいと思います。で、先ほどあったように、Q&A も、のセッションもありますので、ぜひ質問ある方は、投稿していただければ嬉しいなと思います。で、私は私の自己紹介は、先ほどあったように、データサイエンス1チームっていう、まあ、4つデータサイエンスチームあるんですけど、そのうち1つの、マネージャーをしております。あれ。で、説明に入る前にですね、実は資料を結構ウェブに公開してまして、今日の資料も、このもうすでに公開している資料の、抜粋と、まあ、あとはそれに載ってないプロジェクト資料をいくつか紹介するという形になっています。で、データサイエンスチームに興味ある方はぜひ、検索いただいて、こちらにアクセスいただいて、見ていただくと、より、我々のチームのことを知っていただけるんじゃないかなと思っています。また最近もいくつか記事出したりとかしてますので、こういうふうに検索をしていただけるとすごく嬉しいなと思います。というところで、ここから、本題に入っていきたいと思います。で、まず、LINE の、まあ、組織の簡単な紹介と、あとは、まあ、データサイエンスチームのミッションを、お話をしていきたいなと思うんですけど、まあ、その大前提の話なんですが、LINE っていうのは、全社的にデータドリブンっていうその文化がありますよという話です。で、まあ、すごく基礎的な話で当たり前じゃないかと思われるかもしれないんですけど、まあ、我々データの、データ分析職をとして働く上で、まあ、こういう文化があるってことはもう本当にすごく大事なので、まあ、ごく簡単ではありますけど、まあ、LINE はちゃんとデータを見て、事業判断しているということを、まず、頭に入れておいていただきたいなと思います。で、先ほど簡単に説明がありましたけど、まあ、組織の話も私の方からも簡単に、お話をしたいと思います。データラボっていう組織に、まあ、私、データサイエンスチームで、この後説明のあるマシンラーニングチーム所属しているんですけど、まあ、データラボっていうのは今、データサイエンス&エンジニアリングセンターっていう、組織に所属をしていて、まあ、この組織が、LINE のデータの戦略の統括および実行の責任をすべて持っているという形になっています。で、先ほどあったようなその LINE をデータドリブンにするために、どんどん進めていくために、必要なあらゆる業務を、まあ、このセンターで行っています。で、近くに、データプラットフォームっていう分析環境を作って運用していてくれるチームとか、あとはデータのガバナンスを中心になどのお仕事をしていただいている方とか、そういった方が近くにいるので、まあ、すごく仕事は、しやすい環境だなとは思います。で、データラボっていうのは大きく、まあ、さっき、データサイエンスチームと、マシンラーニングチームと、あと、こう抜けてますけど、研究とか、そういうことをやってるチームがいるんですけど、まあ、今日、説明がある2つに関しては、まあ、こういうふうに役割分担をしてますよというスライドです。で、まあ、我々データサイエンスチームっていうのが、まあ、意思決定を支援して人を動かすためのデータ分析っていうふうに書いてますけど、で、マシンラーニングチームっていうのが、プロダクトを最適化するために、まあ、エンジニアリングに近いところですね。エンジニアリングですね。のところを担当しています。なので、こういうふうに役割分担しているよということを理解いただければなと思っています。で、マシンラーニングチームと協力して、LINE のデータ分析じゃない、データ活用を先導する役割を担っている2つのチームですよというところです。で、ここからデータサイエンスチームの紹介なんですけど、データサイエンスチームっていうのは4つチームに分かれていて、それぞれチームを表してるんですけど、まあ、このような領域を担当してます。一番左端のはちょっと一旦、後に回して、LINE メッセンジャー、皆さんお使いの LINE ですね。とか、あとは金融関連サービス、LINE Pay を中心として、なんか LINE 保険とか証券とか、まあ、いろんなサービスがありますけど、そういうもの。あとは、LINE の広告だったりとか公式アカウントっていう法人向けサービスをやってるチームがそれぞれあって、あと LINE 漫画とか LINE ミュージックとかのファミリーサービス、一部のファミリーサービスも担当していたりしますし、
スマートチャンネルっていったようなその横断プロジェクトで我々呼んでるんですけど、いろんなサービスが関わる、いろんなサービスのデータを見て分析をして、それでプロダクトを成長させていくような、そういう横断のプロジェクトも、我々関わっております。はい。で、ここからは、ここまでが前提知識に近いところなんですけど、ここからデータサイエンスチームの仕事の話になっていきます。で、データサイエンスチームの業務、どういうことやってるのっていうのをざっくりスライド1枚で説明すると、このような形になります。我々データサイエンスチームは、LINE の主要サービスに対して、密にコミュニケーションを取りながらデータ分析の提供をしています。で、密にっていうのは、また後で、どう密にかは後のスライドで、説明をします。で、我々は手段を問わず、課題を解決することにフォーカスしますよ。なので、密にコミュニケーションを取りながら、課題なんですかっていうのを聞いたり、見つけたりしながら、でその課題を、ダッシュボード提供とか、ホック分析しちゃったりとか、ちょっと難しい課題の解決だったりとか、あとはデータ整備とか、いろんな手段によって解決するといったようなことを、仕事としています。で、シランニングチームとももちろん、協業の機会はありまして、例えば、レコメン、埋めるチームが、開発とか改善をしたレコメンドエンジンの、検証のために一緒に AB テストやるとか、そういった形で、協業することが多いです。で、我々以外にも分析チームいたりするんですが、そういう人たちとも、日常的にコミュニケーションを取ったりとか、なんか困ったら助け合ったりとか、そういった形で日々仕事をしています。ここからちょっと、一部の項目について詳しく説明していくんですけど、先ほど密にサービス型やってるって言ってる、申し上げたんですけど、どういうふうに密にやってるかっていうのをこのスライドで説明しています。で、データサイエンスチームが、この横軸で、それぞれ、プロダクトチームっていうサービスを運営しているチームがあって、で、それぞれのサービスを運営しているチームっていうのは、その物理的にチームになってないケースの方が多いんですけど、例えばサービス企画者だとか、エンジニアだったりとか、デザイナーだったり、マーケティング担当の方だったり、そういった方々が、一緒になって、プロダクトを作っているんですけど、我々も、そういった方々と同じようなチームに所属しているような形で、仕事をしています。で実際こう、データサイエンスチーム、今25とか30とかそれぐらいの人数いるんですけど、半数以上のメンバーが一緒に仕事をしているサービス側の人たちのチームと兼務をする形で仕事をしています。で、それだけじゃなくて、データサイエンスチーム内でももちろんいろんな仕事をしている人がいるので、例えば事例共有会をしたりとか、スラックチャンネルで交流したりとか、そういった横のつながりもあります。なので、こういった2つのチームに実質的に所属するような形で仕事をします。で、これがデータサイエンスチームのミッションなんですけど、ミッションでデータサイエンスチームが何やってるかを端的に表しているものなんですけど、我々はデータ分析を通して、LINE を良くするということを端的に言うと目指しています。で、具体的にどういう手段を取っているかというと、例えば1番ですね、データ分析によって各 LINE サービスの競争力最大化するって言っているのは、要するにさっき、説明したような、LINE メッセンジャーとか、それぞれの個別のサービスを、良くしましょうという話です。で、例えば、一番最初に書いてあるのが、データを活用した継続快適機械での仕組み作りって書いてあるんですけど、これどういうことかっていうと、なんか我々がこう実際手を動かして分析をして、良い結果を出すっていうのはもちろん重要なんですけど、それに加えて、我々がいなくても、改善が、自動的に回るというか、我々以外の方が改善をやっていただけるというか、そういう仕組み作りを我々が主導してやりましょうということを一つミッションにしています。で、その仕組み作りをやりながら、我々はそのちゃんと分析する時間を作って、難易度の高い重要な課題に取り組んでいきましょうといったようなことをミッションとしています。個別のサービスだけじゃなくて、LINE ってこう、プラットフォームですし、LINE 社内にたくさんのサービスがありますので、個別のサービスだけじゃなくて、全体にちゃんと貢献をしましょうということで、その全体に貢献をしましょうというようなミッションも、設定をしております。で、ここからちょっと
時間がなくなってきたんで、さっといきますけど、いくつか、プロジェクトの事例を紹介します。で実はここから、3つほどスライド用意してるんですけど、すべて、つい先日実施された、デベロッパーデーで、我々のチームが発表したものから、抜粋しています。でもし興味があったら、デベロッパーデーのサイトを見ていただけると、動画と、スライドの、残ってますので、そちらも、参考にしていただければなと思います。まず1つ目、LINE の UI 改善を AB テストでを通して、実施したと、そういう事例です。こちらはですね、チャットメニューの URL なんですけど、この左のスライドにあるのが、旧バージョンの、チャットメニュー、要するにトークの右上の設定ボタンを押すと出てくるメニューですね。で、それを、結構大きく変えましたというところで、でこの、UI を大きく変えるっていうことは、いろんな数字がこう動くわけなんですけど、でここにあるようにこう良くなる数字もあれば悪くなる数字もあるんですけど、こういう、複雑な状況の中でどのように、テストをしてどのようにこう判断をして、こういう UI に、変えていったかといったようなストーリーが発表では見れるんですが、こういった、分析を通して、適切な判断をしていくっていうことを、我々サポートしてたりします。で、もう一個。公式アカウントの、プラットフォームの課題も、我々データ分析で解決をしていますよ。これは LINE 公式アカウントのメッセージ送りすぎ問題を解決するっていうような、セッションなんですけど、左側の図はですね、横軸が、ユーザーが受信するメッセージ数で、縦軸が上の方は、ユーザー数ですね、で下の方が開封率になってるんですけど、メッセージを受信するほど開封しなくなっていく傾向があるというところで、なんで、メッセージをこうたくさん打ちすぎるのはあんまり良くないよ、プラットフォームとして良くないよねっていうような課題があったので、それを、機械学習で、ユーザーごとにスコアリングをして、でそれでスコアの低いユーザーに送らないとか、そういった、施策をすることで、この問題を解決したというような事例があったりします。で、もう一個。これは、ML チームと協業したような話なんですけど、そうですね、金融系サービスで、新規ユーザーの獲得っていうのが課題になっていたん、今もいるんですけど、その時に、手作業でこう、中継、SQL とか書いて集計をしてターゲティングをするのではなくて、ロックライクっていう技術を使ってそれを自動化したといったような事例があります。ロックライクっていうのは多分この後のセッションでも説明あるんですけど、シードのユーザー、この場合だと、各サービスに登録した新規のユーザーですね。で、そのユーザーと似たユーザーを、集めてくるような、マシンラーニングの手法というか、ものなんですけど、それを、使って、新規ユーザーの獲得を、効率化したというところです。で、マシンラーニングチームがこういう、便利な API を作ってくれて、我々はそれをいかに業務に適用するかといった形で協業することもありますといった事例です。で、我々のチームは、先ほど説明したように、もしくは説明してないところでも、たくさんの、重要なプロジェクトに関わっていますよというところです。で、もうすぐ終わりなんですけど、すごくよく聞かれるのが、LINE のデータサイエンスチームで活躍できる人ってどういう人ですかっていうのを聞かれることがあるんですけど、一言で言うと、分析にとどまらない強みを持った人が活躍しているかなというところです。でこれはチームメンバーにアンケートを取って、それをすべてそのままアンケートの結果を、アンケートで回答を得たものを載せたものなんですけど、分析できることは当たり前なんですけど、それ以外に何か一つ強みを持っている方、が、いらっしゃると、すごく我々のチームで活躍できる、可能性が高いんじゃないかなというふうに思っています。ちょっと言葉しますね。で、これがまとめです。LINE、先ほど、説明したように、いくつか事例を説明したんですが、それ以外にもたくさん事例があります。でプロダクトもたくさんあるし、データもたくさんあるし、ということで、やれることってすごくたくさんあるんですね。
で、私も自分で仕事してるって思うんですけど、まあ、LINE のデータサイエンスってすごく、まあ、面白いなと思っています。で、先ほど最後のスライドであったように、こうやっぱ分析にとどまらない強みを持っている方が、すごく活躍できる環境だなと思うので、もし、データで LINE を良くしていきたいと、思っていただける方いらっしゃったら、我々と一緒に仕事をできたら嬉しいなというふうに思っております。ところで、私の説明は以上にしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。画面共有オフにしていただいて結構です。はい。で、質問がいくつかいただいているので、ちょっと早速回答をしていけたらなというふうに思っているんですけども、一番上ですかね、LINE ではどれぐらいデータの分析の結果が、意思決定において重要視されているのか、なんかちょっと定性的な質問かもしれないんですけども、答えできますか？はい、まあ難しい質問なんですけど、まあ、データがないと意思決定一切されないと思っていただいてもいいんじゃないかなとは思います。やっぱり私5年ほどいるんですけど、昔に比べてもデータが絶対持ってこいっていう偉い人も増えてきましたし、で、それに伴って我々の仕事も増えてきたというか、重要だと思っていただけることが多くなったと。言ったような感覚がすごくあります。ありこがれでとうご回ざい答にまなっす。てますかね。はい、すごく重要視されましたみたいで。さっきもデータドリブンをカルチャーとして重視しているという話もありましたもんね。ありがとうございます。そうですね、次に具体的にどのように案件が、発生しますかと、またどのようなプロジェクトを体制で進行しますか、まあ、ちょっとプロジェクトによって違う部分もあるかと思うんですけども、どうですか、どのように発生するか、どういうふうに進行するかというところ、いかがでしょう。はい。で、我々は、スライドにもあったんですけど、事業とかなり密にやっています。なので、普段からも密に話しているんですね。なので、その事業が持っている、最も重要な課題、もしくはそれに近いところで、具体的にどういう課題があるかっていうのは、まあ、彼らから依頼がある場合もあれば、まあ、そういうことがあるんだったら我々で解決できるねって我々から提案することもあります。なので、まあ、そういう、2種類の、発生の仕方があるかなと思います。で、あとは我々分析してたら、やっぱ主題と、まあ、副産物としていろいろ見えてくることがあるんですよね。なので、データでこういうことが見えたんだけど、これって解決した方がいいんじゃないのっていうような提案は常に、していますし、まあ、しなさいというふうに、メンバーには言ってたりはします。なるほど、あ、そこのプロジェク主ト体体性制もあね。るんですね。はい。で、プロジェクト体制は、まあ、さっきも、スライドあったように、事業ごとにチーム作ってやってます。なんで、1つのチームあたり今、5、6人、まあ、7人ぐらいのチームを作って、まあ、1つの、大きな事業の単位で、サポートしてるんですけど、まあ、その中で、あと、もう1段階ぐらい分かれて、まあ、2、3人ずつぐらいで、1つのテーマに当たっているっていうようなイメージですね。なんで、まあ、1人が分析して、まあ、レビューをもう1人、もしくはもう2人でして、で、ディスカッションをまあ2、3人、もしくは5、6人でやるといったような形の体制が多いですね。ありがとうございます。ちょっとお時間が迫ってきたんですけども、結構提案まで、することができますかというところをまとめてちょっと回答させていただきたいというふうに思ってるんですけど、まあ、データ分析をすることで見えることをもとに新たな提案、サービス提案とか、まあ、さっきもお話出てきてましたけど、そういうことがあったりとか、で、まあ、データの集め方、その集めるべきデータはこの種類だよねというところから提案ができるのかというところだと、どこまで提案ができるかっていう範囲だと思いますけど、いかがでしょう例えか。ば、新しい事業を立ち上げようという提案は私はしたことないし、もう多分社内でも事例ないんじゃないかなと思うんですが、やったら受け入れていただけるとは思います。で、私、これって集めるべきデータの、提案は常にやるというか、それをしないと仕事にならないので、こういうデータ取るべきですよとか、このデータの取り方おかしいですよっていったような話は常にサービスの方々としています。ありがとうございます。まあ、ここは込みの
まあ、業務内容ということですね。はい、ちょっと最後にこれだけ回答させていただきますかね。データの解釈方法でその後展開が変わってしまうことがあると思うんですが、注意している点は何かありますか、うん、ということですね。なるほど、まあ、多分おっしゃる通りだと思うんですけど、うん、注意しているのはその、電車の解釈だけを伝えるんではなくて、その全部伝えて一通り、もちろん重要なところだけですけど、重要なところは一通りその伝えて、ディスカッションします。具体的には、こういう分データがあって、こういうグラフが書けて、それからこういう結論を出しましたと。それを全部一通り通して、関係者とディスカッションすると、多分その解釈が違ったから何か大変なことが起こったってことは少なくなるんじゃないかなとは思います。ありがとうございます。はい、視聴者の皆様も積極的な投稿ありがとうございました。それでは時間になりましたので、マシンラーニング の, チームの紹介に移りたいなというふうに思っています。菊池さん、では画面共有していただいてもよろしいですか。はい、少々お待ちください。画面の方見えてますかね。はい、じゃあマシンラーニングチームのアクティビティ と,、オープンポジションとか、一通りちょっとご紹介させていただこうと思います。菊池と申します。よろしくお願いします。今日お話したいことが結構たくさんあるんですけど、かいつまんでちょっとお話していきますね。まあ、ミッションステートメントっていうのを一応置いてるんですけれども、まあ、他の発表を聞いていただいた方は分かるかもしれないんですが、まあ、社内にたくさんサービスがあってデータがあってという中で、我々機械学習に特化して仕事をしています。なので、まあ、このモデルとかエンジン、あるいは開発したデータとかっていうのを、まあ、LINE のさまざまなサービスに提供して貢献するというようなことをやったりですとか、あるいは複数のサービスで同じものが使えるようにするっていうような形で標準化民主化を進めるというようなことを行っています。で、具体的に今どういうことなのかっていうのを事例をいくつかご紹介してみたいなと思うんですけれども、これ LINE のアプリケーションですね。画面が、まあ、トップページだとだいたい5つくらい並んでます。左から順にホームタブ、トークタブ、タイムライン、ニュース、ウォレットっていうふうに名前ついてるんですけれども、この画面の中にたくさんサービスとかコンポーネント入ってます。で、具体的にじゃあどの辺にマシンラーニング入ってるのかっていうと、こういうところに入ってます。で、例えば左側の画面だと、下の方にレコメンデーションとかバンディットっていうのが、まあ下の方にあります。あなたへのおすすめ漫画っていうのが今出てますけれども、で、画面の上、横に、ずっと、まあ、テキストボックス並んでますけど、サーチのページが入ってたりですとか、で、トークタブの上にも何か入ってたり、タイムライン、ニュース、ウォレット、それぞれ、まあ、何らか機械学習が関わるモデルが入ってます。で、こうしたものは、まあ、実際には我々のところで扱っているものもありますし、社外、国外を含めた、まあ、その他の LINE グループ各社が、連携したり分担したりしながら開発というのをやっています。で、具体的にじゃあどういうところを我々の方でやってるのっていうのを少しお話しすると、まずスマートチャンネル、先ほどムタの方からもご紹介あったかもしれませんけれども、トークリストのまあ一番上にですね、コンテンツだったり広告だったりっていうのが出てくる枠っていうのがあります。ここに出てくるコンテンツは、まあ、いろんなサービスのものが提供されて、で、広告も出てきたりっていうようなところなので、個々のサービスに関して ML とか、例えばレコメンデーション、あるいはルールベースの仕組みを作っているような組織が存在していて、誰にどんなコンテンツを出したいかっていうデータを一旦受け取ります。で、受け取ったデータの中から、この人に出せるコンテンツはこういうものがあるよっていうのが、まあ、裏側でシステムとして存在してるんですけど、その中からじゃあどれを1個選べばいいのっていうような、まあメタレベルで何らか最適化を図るようなシステムが必要になっていて、我々のところではまあその開発っていうのをやっています。少し前のセッションで開発4センターのエンジニアとかっていう白米さんという方がちょっとお話しされてたりしたかと思うんですけど、まあそういう人たちと一緒にこの辺は開発を進めたりしています。個々のサービスの、まあ、レコメンデーションという話でもうちょっと深掘りしていくと、例えばスタンプのレコメンデーションというのを、我々作っています。今、スタンプショップというところに入ると、あなたへのおすすめというのが出てきたり、何か選ぶと、さらに、スタンプの個別の、
画像がたくさん並んで下の方におすすめのスタンプっていうのが出てきたりっていうふうになってるんですけど、まあこうしたユーザーとアイテムとかアイテムとアイテムって呼ばれるようなレコメンデーションっていうのも作っています。現状は、かなりオーソドックスな共通フィルタリングの仕組みになってるんですけれども、今可能であれば年内くらいで、まあ、A/B テストをちょっと準備していて深層学習モデルベースでより良いものが出せないかということを、まあ、テストしたいなというふうに準備を進めていたりします。この辺がさっき、ムタの方からご紹介あった、まあ、連携して仕事をしている、まあ、一つの例になったりしています。スタンプに関しては、オートタリングというものも作っています。文字を、入力すると、例えばびっくりとかありがとうとかって入れると、まあ、手持ちのスタンプだったり、あるいは持ってないスタンプっていうのが、オートサジェスト領域と呼ばれるところに並んでわーっと出てきたりします。で、これは我々の方で、まあ、一部正解データがあったので、まあ、その正解データを使って残りの、もともとタグがついてないスタンプにもどういう意味的なタグをつければいいかっていうのを機械的につけるというようなことをやって今は、ほとんどのスタンプの画像に対してこうした意味的なタグがついているというふうになっています。ちょっと面白いのは、LINE いくつかの国でサービス展開しているっていうこともあって、このモデル言語依存にするか非依存でやるかっていうときに、我々非依存な形を選ぶということをしました。なので、もし、例えば中国語のスタンプをお持ちの方がいたら、そういうのも同じようにここに出てくるっていうふうになってます。他、今度はちょっと分類系の話になるんですけど、ユーザーへのみなし属性を付与するというようなこともやっています。LINE 広告のサービスを持っていたりですとか、あとオフィシャルアカウント等で、こういう人たちにリーチしたいというような、まあ、要望当然あるんですけど、そうしたオフィシャルアカウントのアカウントオーナーの方ですとか、まあ、あとは広告主の方に、うまくリーチするために、まあ、仮ですけど、みなし属性というのを付与して、皆さん、うまく広告ですとか、まあ、何らかレコメンデーションが届くようにというようなことをやっています。これも、ユーザーの規模数でいうと数億っていうところのユーザーに何らかこういったラベルをつけるというようなことが必要になっていて、こうしたものも提供しています。社内でたくさんサービスがあると当然、まあ、サービスの中で共通化できそうなデータのフォーマットですとか、まあうまく扱えるように一箇所にまとまってほしいとか、あとは、まあ、LINE の場合だと社内にたくさん ML をやっている組織があったりっていうようなこともあって、データを標準化したり共通で使いやすくしてあげるというような、まあ、リクワイアメントっていうのも出てきます。で、こうしたリクワイアメントに応えるために我々フィーチャーストアっていうのを、まあ、一部設計して持っていたりします。ユーザーのログとかコンテンツのデータっていうのがまあ入ってきて、でさらに今一部は表現学習を加えた上で、この図で言うと Y フィーチャーズとかって書いてあるようなところは、まあ、数値の羅列、特徴ベクトルに置き換えたようなデータっていうのを内部で作ったりして、でこのデータ自体を使って、まあ、いろんなサービスでレコメンデーションだったり、クラシフィケーションだったりっていうようなのを、まあ、やれるようにというふうな、まあ、内部の効率的な開発っていうところもやったりしています。今はここのデータパイプラインをオンライン化にしようするっていうところを取り組んでいたりします。当然データもなんですけど、データに触る、まあ、ライブラリーとかシステムっていうところも共通化を進めていたりして、データリソース、まあ、いろんなものあるところもアブストラクションレイヤー一つかまして、簡単に触れるようにしたりですとか、ただ計算リソース取ってくるところ、Kubernetes のクラスターを、まあ、自分たちで使ったりしてるんですけれども、まあ、そこをうまく隠蔽するようなライブラリを用意したり、あとは、一度作った、例えばそうですね、PyTorch とか TensorFlow とか何でもいいんですけど、で作った、まあ、ML のモデルっていうのを使い回しが効くように、自分たちでもライブラリのような形で管理したりっていうようなことをやってます。で最後に、これも DS チームと連携してっていうところになるんですけど、一度、まあ、例えばレコメンデーション提供すると、その提供したレコメンデーションを改善したいっていうフェーズが始まるので、まあ、それを簡単にやれるように、
ツールセットっていうのを用意したりっていうところも自前で開発しているものが一部あります。AB テストのスペックを管理するための CMS が一番左側、実際 AB テストをやってる最中に、結果をリアルタイムで見たいっていうので用意しているのが真ん中のやつで、一番右側のスクリーンショットはAB テストをやる前に、まあ、そもそもどんな例えばスタンプがレコメンドされるんだろうっていうのを、まあ、画面に出してみて、とりあえず Go、No、Go っていうのを判断するために使ってるものっていうふうな感じで、まあ、こうしたツールも自前で作ったりしながら、事業側あるいはまあ DS チームと連携して仕事をするっていうようなことをやってます。はい、その他こういうふうな業務もあるんですけれども、ちょっと組織構造の話に進みたいと思ってます。で、この辺、まあ、繰り返しお話があったんで簡単にいきますけれども、組織たくさんあって我々はまあ ML に注力してますというところで、組織構造でいうと DSE センターっていう中にデータラボっていうのがあって、まあ、主に我々やってるのがオレンジ色でくくってある4つくらいのチームの中の話になるんですけど、でここから、周りに、一緒に仕事をする仲間としてDS チームがいたりですとか、あるいは Hadoop のクラスターを管理してくれているデータプラットフォーム室っていうところのエンジニアと連携したり、事業側の企画者だったり、あるいは開発者っていうところも一緒に仕事をする相手になります。ML なんですけれども、今オープンポジションが5つあります。詳しくはジョブディスクリプションの方、これコピーしてきただけなのでそちら見ていただければと思うんですけれども、まあ、いわゆる機械学習エンジニアっていうのが ML エンジニアっていうところになります。で、ML のエンジン、モデル開発したら当然それを運用するためのシステムだったり、まあ、それを継続的に取り扱うために、まあ、サーバーサイドのエンジニアの力も必要になるっていうところで、サーバーサイド系の業務を主にやっていただく方としてサーバーサイドエンジニアと MLOps エンジニアという2つのポジションが空いてます。事業側だったり DS チームだったり、あるいは企画者と、まあ、コミュニケーションを取って仕事をしていくっていうことも当然必要になるので、プロダクトマネージャー、プロジェクトマネージャーっていうポジションもあって、この辺はもともとエンジニアをやられてた方が入っていただいたりというようなことも結構多いですね。最後に、先ほどの発表とちょっと真似て、やりがいとか向いてる人っていうのを簡単にご紹介します。チームのメンバーからちょっと意見吸い上げたんですけれども、まあ、我々分散処理の基盤を持っていて、まあ、その上でレコメンドエンジンが作れるとか、大規模なデータが取り扱えるみたいなのが、まあ、面白いと思っていただいて、まあ、仕事していただいている方が結構います。あとは、まあ、提案開発分析運用いろいろ関われるですとか、まあ、比較的大きなシステム扱いつつも、新しいものに移っていくっていう移行の作業が発生したり、新しいものを作り直したりということで、まあ、関われるっていうところも、まあ、楽しいと言っていただいている方がいますね。はい。で、あと最後にリファレンスですけど、先日行われた LINE ディベロッパーデーとかでも、うちのチームに関係するメンバー5名ほど発表しているので、まあ、もし興味があったら、この辺動画とかアーカイブ見られると思うので見てみてください。あとは新卒採用のページもひょっとすると参考になるかもしれないので合わせてご紹介しておきます。はい、私からは以上です。画面の共有切りますね。はい、ありがとうございました。ではQA に関しての、回答のお時間とさせていただきたいというふうに思っております。2つ今のところいただいてますね。他ありましたらまだお時間あるのでぜひぜひご投稿してみてください。1つですね、最近ご入社された方、まあ、今までの方でも全然いいかなと思うんですけど、どういうご経歴の方が、まあ、多いですかと、前職の経験の人が多いですかというご質問なんですけども、いかがでしょうか。何か傾向ありますか。いくつかパターンがあるんですけれども、まあ、例えば国内で似たようなソフトウェアスタックを取り扱っている会社っていうのが、まあ、大手のメガベンチャーといわれるところとかっていうのはやっぱり技術的に似たようなものを使ってやっているっていうこともあって、まあ、一定割合の方が入っていらっしゃったりします。
他には、メーカーとかで、スパコンの研究とか開発をやっていた方でしたり、あるいはもう、うん、のことをやってた人っていうような人もまあ入ってきたりしますね。この後のセッションで多分その辺発表される予定の人もいたりするみたいなので、うん、やってみてください。なるほど、ありがとうございます。ご年齢とかで言うと、なんか何歳ぐらいとか、そういう傾向とかもありますか？ですかね、比較的年齢が高い方も入っていらっしゃいますし、うん、まあ、30くらいの方も結構多いかなと思いますね。うんうんうん、私は3年目ですけど、はい、30後半になってから、はい、うん、してきました。それぐらいの年齢差の方がいらっしゃるということですね。ありがとうございます。はい、次ですね。ちょっとこれはオープンクエスチョン、ちょっと難しいかもしれないんですけど、現在感じている課題ですね、の具体例とその内容の詳細を聞きたいですということで、いくつかあると思うんですけど、はい、いかがですか？ですね。まず LINE 特有っていう意味で言うと、割とエンジニアの意見が強いですとか、うん、グランドアップでものを作っていくっていうマインドがどの組織も結構あるなっていうのは感じてます。で、そうすると何が起こるかっていうと、ちょっとずつ違う似たようなシステムとかっていうのは当然最初開発されていくっていうところに対して、まあ、割とこうポジティブに捉えてるっていう側面があるんですけど、まあ、一定のところまで進むと、まあ、どれか一つにまとめていくっていうようなアクティビティもやっぱり必要になってきたりして、まあ、そういうふうな仕事と新しいものを作っていく、あるいはうまく周りと連携したり巻き込んでいきながら開発を進めていくっていうのは、まあ、常にやっていかなくちゃいけないというのはありますね。まあ、その他にはまあよく、まあ、いい意味で社内でも競合っていうのがたくさんいるので、まあ、そういう中では、何か新しいのを作っていかなくちゃいけないっていうような、ある種の、まあ、ポジティブなプレッシャーを受けながら仕事をしているというところもあります。なるほど。ある程度のポジティブなプレッシャーを感じながら日々頑張っているという感じですかね。ありがとうございます。はい、今いただいている回答、そうですね、質問に関しては以上というところなんですけども、はい、なんか菊池さんの方から、そうですね、何かなんでしょうね、こういう方に来ていただきたいとか、こういうマインドをお持ちの方に来ていただきたい、まあ、さっきのちょっとスライドでも触れた部分ありますけども、なんか改めてそういう、こうマインド面みたいなところで何か終わりだったりしますか？そうですね、やっぱりコミュニケーションメッセージングのプラットフォームを扱ってるっていう会社っていうこともあって、でまあ、社内でそういうコミュニケーションに前向きな方非常に多いっていう特徴はあります。で、我々のチームは当然エンジニアリングにフォーカスしてるっていうところはあるので、そちらの適性とかスキルっていうのも重要なんですけれど、まあ、いざ事業に、まあ、新しい ML のエンジンを使ってほしいとなった場合には、まあ、何らかこう売り込みに行ったりですとか、彼らがどういうものを欲しがってるか把握するみたいなアクティビティも必要になって、そういうところもまあ一緒にやっていけるような人がいると非常に嬉しいなと思ってますね。ありがとうございます。あ、一つ質問来ましたね。ありがとうございます。これちょっと最後にさせていただきたいなと思うんですが、学生の間、学生さんですかね、時間のあるときに優先して取得するべきスキルなどありますでしょうかというところなんですけど、何かこれやっといた方がいいよというのはありますか？そうですね、会社に入ってから身につけやすいものと、会社に入る前にある程度時間がある中で勉強できることっていうのはちょっと違うかもしれないなと思ってます。で、当然プログラミング業務で使うので、覚えていただく必要はあるんですけど、どちらかというと、例えば数理的なバックグラウンドが強くて、エンジニアリングはちょっと自信がないんだけどって言って入ってこられるような中途の方も、いないわけではなくて、そういう意味だと自分の強みとして学生の間じゃないとなかなか獲得できないところはどこなんだろうっていうのは考えてもらってもいいかなと思いますね。コンピュータサイエンスとかに関しても、例えば、なんだろうな、割と何十年も、土台の部分はそんな変わってない
ていうようなところがあったりするんで、まあ、そういうふうな基礎的なところをちゃんと身につけられてるっていうのは、まあ、応用が効くっていう意味で重要になるかなと思います。はい、ありがとうございます。ではちょっと最後私の方から、次の最後のちょっとお話、募集ポジションプロセスについてのご案内をして終わろうかなというふうに思います。菊池さん、ありがとうございました。はい、データラボの募集ポジション、全体のご説明させていただきたいというふうに思っているんですけども、こちらに書いてある一覧の通りということですね。データサイエンティスト、機械学習エンジニア、そして MLOps、サーバーサイドプロジェクトマネージャー、プロダクトマネージャーといったところが、先ほどのマシンラーニング、そしてデータサイエンティストチームの、募集しているポジション。で、他のチームにはなるんですが、画像処理、音声処理、自然言語処理のエンジニアリサーチャーも募集しているというような感じです。歌さんからちょっと URL 送っていただきましたが、こちらクリックいただけると、データラボの募集ページ一覧に飛ぶ、URL になっています。ご覧ください。はい。で、具体的な選考プロセスのご案内になりますが、基本的には応募してから、書類選考をさせていただいて、まあ、課題のご提出をいただき、面接2、3回をさせていただいて、内定という形になります。で、課題に関しては募集ポジションによって、大きく異なってくるんですけども、マシンラーニングエンジニア、サーバーサイド、メールオプスといった職種の方に関しては、コーディングテストをオンラインで、完結できるものを実施いただくという流れです。データサイエンティストの方に関しては、我々がお出しするそのデータ分析をいただいて、レポートを提出をいただく。リサーチャーの方に関しては、学会で発表したペーパーのご提出をいただくというような流れになります。はい、こちら最後のページにはなるんですけども、今日のお話を聞かれてみて、ご興味ある方は、ぜひ、こちらの URL、そしてちょっとまたむたさんから URL がお送りされると思うんですけども、そちらのページに行っていただくとですね、応募したいポジションが決まっている場合は、そのポジションにご応募いただければというふうに思っております。そして、まあ、職種は決まってるんだけど、どのポジションにマッチするか分かんないなという方に関しては、オープンポジションというのに、ご応募ください。はい、でそして、応募前に現場の方とこう話してみたいなという方は、カジュアル面談インタビューというものを受け付けておりますので、そちらにご応募いただければというふうに思っております。はい、ということで、こちらのセッション以上になりますが、次のセッション2時半からという形になります。はい、では今日、お忙しい中お時間いただきましてありがとうございます。菊池さん、牟田さん、ちょっと画面オンだけお願いしてもいいですか。最後にいいですかね。はい、またご選考の場などでちょっとご会いするかもしれないですけども、今日は皆さんお時間いただきましてありがとうございました。またの機会にお会いできることを楽しみにしています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。